今セブンサミットが登山家の方々からすればね、もうレジャーって言われてますけどね。でもね、そんなレジャーだと言われたとしてもね、行く価値は絶対あると思うんですよ。で、私が行ってね、見てね、あ、大したことなかったって言ったら大したことなかったでもいいと思うんですけど、まあでも絶対ね、私ぐらいの人生経験だったら絶対感動すると思うんですよね。まあだから普通の人の人生経験だったらね、絶対感動すると思うんですよね。もちろんいろんな、もっともっといろんなものをやってきた方に関して言うと感動しないのかもしれないですけど、いやでも絶対感動するよな。登山家じゃなくても酸素を使ったとしても、まあでも細かいことは気にしないで行きますけどね。なんか結構批判されてたりしますもんね、最近のセブンサミットはもうレジャーだとかね。まあそれ多分登山家の方々からの視点だと思うんですけどね。まあそれはそれでいいと思いますね。まあ批判されるのも当然、それは あくまでもなんか相対、相手があってのものじゃなくて、自分とのチャレンジで、チャレンジであればチャレンジ、それはそれでいいと思うんで。